シフトレバーがリバースに入りました。入りましたし、本当上がる前にした方がいいんじゃないこれな。道だったらどうしようかと思ったけど、そんな感じ、そんな感じ、そんな感じかな。なんか匂わしてんな。さあ、ということで、雨宮古墳群っていう
古墳のいっぱいあるところらしいですけど、こっち行きゃいいのかな。まあ管理してる人もいるんで、安全だとは思うんですけど、案内場みたいなのねえのかな、これ。曲がれるけど、なんか柵みたいなのあったんですね。古墳群順路。こっちか。はい、登ってきて。合計36キロって書いてあるな。うん、1号墳がなんか通り過ぎたのかわかんないけど、こっち行くと2号墳って書いてあるんで、とりあえず上がってみようか。鳥居がある。あ、開けて自分だけで閉めてけってことなのか。そういうことね。あれだね。なんか動物とかが入ってきて、荒らされないようにしてあるんだね。あ、ってことはさっきのあの柵はそうだったのか。あっちが1号墳か。そういうことだね。帰りに1号墳行きゃいいのか。これが2号墳ね。ほんと綺麗になって歩けるようになってるな。お前ね、古墳とはいえ、こう、お墓をうろうろするのってのはどうなのかって気もするんだけど。こっちもそうなのかな。5、6、7号墳。ここはそうってこと？で、これ7号墳？そこが7号墳だね。これが2号墳ってことかな。登れるね。登ってみよう。さて、登ってきました。めっちゃ景色いいわ。なんか虫多いけど。この辺はやっぱ古墳も多いんだね。8、9、10。今いるのどっかこの辺なのかな？ 5、6、7がそこだもんね。めちゃくちゃ景色いいんだけど。ここが中に多分2号墳だよね、これ。あっち行ったら降りれるようになってるな。これ多分2号墳だと思うんだよね。前方後円墳だよね。うん。だと思うんだよな。景色いいな。なんかこう、お墓の上を歩くってのはちょっとま、バチ当たりな気がするんだけどな。ごめんなさいね。あ、順路か。で、そこにも看板あるな。はい。やっぱそうだね。今のところが2号墳だね。そんで、あっちだな。うわ、これか。全部で36個ってある。36個目がここってことね。これ全部見てけってことなのかな。能登大坊の館。これ下行くとなんか偉いことになりそうなんで、やめよう。で、こっちかな。なんか俺逆回りしてる、ひょっとして。来ました、1号墳。ここが1号墳なんだ。じゃあ一番初っ端に見たところ、柵があったとか違うんだな。さすが1号墳ってだけあって。作りが違う。これ曲がってみっか。北とかそこだね。で、登って、これは、これ四角いんで、前だね。で、後ろ。うん、やっぱお墓の上歩くってやっぱな、ちょっと気が引けるんだよな。やっぱ作りが全然違うもんな、これ。こうなんか、偉い人なんだろうな。
これ入っていいのかな、これ。この場所ってことだよね。そっちもあるか。ああ。ぐるっと回れるようになってるね。で、あっちにもあるのか。あれは17号分って書いてあるな。うん、あそこには25号分って書いてあるのかな、うん、この1号分を基準にして、なんか周りに、また古墳あるね。なんかゆかりのある人なのかな。あっちに見えてるのが2号分だよね。で、素晴らしい景色。めっちゃ綺麗やな、今日。いやー、天気良くてよかったわ、今日。あそこなんかため息みたいなのあんな。さて、最初のポイントにやってきました。入りそびれたとこだね。あれ、なんかアスレチックみたいなのあんな。遊び場か。遊び場なってのか。ここは古墳じゃないんだね。遊び場だね。はい、ちゃんとした遊び場だね。まあ、ちょっとした遊び場だね。ちゃんとしたというか、ちょっとした遊び場だね。ちょっとしたアスレチックがあるっていう。まあ、休憩する場所でもあるね。で、芝生も手入れされてて少し広めなんで、まあ、ここで、それこそシート引いてなんか弁当食ってってのもいいかもしんないね。古墳を見た後ね。さすがにやっぱ、これだけ規模がでかくて、手入れされてる古墳だと、登れるようになってるんで、いい運動になるんで、まあ来てみるのもいいかもしれないですね。まあマニアックですけどね、古墳を巡るなんてね。なかなか普通の人はしないと思いますけど。ああ、疲れた。ということで、今回は、これ、雨の宮古墳っていうのかな？天の宮かな？はい。ちょっと正式には入れときますけど、あの字幕をね、テロップ入れときますけども、今回は古墳にやってくるという動画でございました。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。